はいどうも皆さん、こんにちは。あいびさです。はい。ビルド2024の新発表系のやつをやっておりますけれども、またその中から一つ。今度は、プログラマーがプログラムを書かなくても、問題が見つかったら、勝手にそれを直しちゃうぞ、みたいな。なんかそんなことがですね、AI、コパイロット使ってできるぞというデモがなされてました。面白かったのでご紹介します。一緒に見ていきましょう。で、こちら GitHub のページで、異臭が上がってると。 で、プロダクトページのディスクリプション、まあ、詳細のところをリッチテキストフィールド使えるようにしてくださいみたいな、なんかそういうイシューが上がってきてるとしましょうと。今はこういう普通のテキストしか打てないんですね。で、ここのところをリッチテキスト、まあ、太文字にしたりとか、そういうことをしたいなっていうことを、まあ、ユーザーから上がってきたみたいな、なんかそういう状況ですね。で、本来だったらこれを人間が まあそのどうしようかなっていうことをやっていろいろでやっていくわけなんですが、まあ、これがこのオープンインワークスペースでコパイロットの、ね、ところがあってここからもうなんか全部いけちゃうぞという話があるわけですね。ちょっと見ていきましょう。Live on stage for the first time. So typically, my day starts by looking at GitHub issues. Looks like we want to support a rich text input for our product description. Let's open workspace and get some help with that. コパイロット AI がその一周に登録されてるこのやつとかあとなんかスクリーンショットもありましたもんねそこから意図を読み取ってこういうことですかっていう、ね、仕様をこう書いてくれてるんですね。プロダクトページのディスクリプションがリーチテキストフォーマット、ね、ボールド太文字とか箇条書きとかね車体とかそういうのを、うん できるようにするっていうことですよねみたいなことをこう意図をですね読み取って書いてくれてると。今はこうですねと。で、プロポーズドだからこういうふうにしたらいいですよねっていうことまで書いてくれてる。これ本当はね、人間がもともと考えるところですけど、それをこう AI が意図を読み取ってもう書いてくれちゃってるってことですね。で、これは人間がもともと考えるところですけど、それ b AI が意図 n 読み取っ whole process is iterative But a c t u a l l て、もう書いてくれちゃってるってことですね。 コパイロットはい、今、ボタンを押しましたね。で、ジェネレートプラン。で、ジェネレートプランを押して、このね、提案が OK だねってなったら、じゃあ、これに従ってプラン作ってくださいということを AI にお願いできるということですね。<All right. S 1> そうすると、もう一瞬で。 なんかもう出来上がったみたいですねどのソースコードをどういう風うにしましょうみたいなことまで書いてありますね edit the plan and have で今やってるのはこの提案に対してじゃ追加でこれもやっといてねみたいなことをこう人間が修正できますよっていうところをやってますでリードミーにちゃんと書いとこうみたいなことですねアップデートを ReadMe And then we can even get これで Readme にキーとなる依存関係があるようなところに関して書いときましょうっていうことですね。まあ、さっきもね、やりたいことがあって、そのプランを考えているから、じゃあこれをこうしましょう。ね、テキストエリアをこう、これに変えましょうとかで、CSS をこうしましょうとか、なんかいろいろとこうね、やることの概要がこう書いてるわけですね。で、このコードに関してこういうことやりましょうね、みたいなことの中、このプランが書いてあって、 でそのプランに対して人間がちょっとじゃあリードミーにもこういう、ね、変更をやってほしいなみたいなことを付け足すみたいなことができるわけですねでちょっとねこのこ辺も違えばちょっと人間が修正するということもこれできるような UI になってますねだから何段階にステップが分かれてて糸を読み取ってそれやるぞってやったらこうどれに対して何やるっていうのがレベルがあってじゃあそれで OK だねってなったら修正もして OK ってなってなったら実際にその選択したファイルに対して 実装を提案してくださいというステップに進んでいくわけですね。Now, example, base, はい、で、これはまあねあの、簡単なやつだからちょっとだけですけど、まあ大きなシステムだったらこれがめちゃめちゃいっぱいあるわけですよね。で、その時に AI に頼んで、まあなんか大丈夫そうだから、とりあえず頼んじゃえ、もう書き換えておいてってやるんじゃなくて、 どこをどう書き換えるのかみたいなこともちゃんとこう変更点が分かりやすく出てくるしそれの修正もできるということみたいですね。まあ、こうやってね差分表示でちゃんとこうどうなってるかってやってくれるってこれすごくいいですよね。今だとチャット GPT とかに頼んでこう行動こうやってってちょっと違ったらちょっとこう違うよって言ってやったんだけどこのどこが違ったんだかをちゃんと理解しながらまたコピペしてコピペしてとかってやらなきゃいけなくてそれで便利なんですけどちょっと面倒ですね。

でここにこうライブプレビューがあるんですね。ソースコードレベルでどういうふうに変更するかっていうのを全部わかるし、そして変更した後でどうなるのかっていうことを事前にライブプレビューでプレビューできると。うん、すばらしいですね。 これがライブプレビューですね。でちゃんとこう、リッチテキストフォーマットになってますよね。でさっきね、テキストしか打てなかったところが、こんな感じにいい感じになってリッチテキストいけそうだぞっていうのを全部 AI がやってくれたぞということになるわけです。<All right. S 1> はい。で、これちゃんとボールとテキストとかね、そういうのもできるようになってますね。うん、素晴らしいという感じですね。This looks great! はいで、これで大丈夫なので次のステップに進みましょうということになります。はい、で、これ、プルリクエストを作るっていうボタンを押して、プルリクエストを作れる。で、プルリクエストも AI が作ってくれるということになりますね。Yes, to share with my team. GitHub Co-Pilot、Co-Pilot Extensions and Co-Pilot Workspace help you stay focused on solving problems and keeping you in the flow.、Back、はい、まあ、デモはこんな感じですね。ね、これ、プロリクエストのデスクリプションとかタイトルとか、ね、ブランチの名前とか、その辺も内容に合わせて自動的に作ってくれてるので、まあ、これってあれですよね、もうね、なんか。 一周は誰か他の人が上げてきてくれてでそれで「はいはいはい」ってやっていくと A が勝手にこうやってくれてで、まあ、最後の確認だけをしてじゃあいいよってやるこれってまあちゃんと誰かに仕事してもらって出てきたコードを見てプロリクエストとかも送ってもらってその内容を見てで大丈夫だったら大丈夫でしょうしダメだったらダメでしょうし人たこう直してとかやるわけですよねでそれを AI を相手にやるような感じになっていて。 で自分で一行も報道書かなくてもなんかこうしてほしいなこうしてほしいなってやったらどんどん開発が進んでいくみたいなそういう世界観がもうあって今でもチャット GPT そうできるわけなんですがなんかお願いするとかなんかこのねチャット GPT の出力をこう手でコピペするみたいなこととかそういうことすら必要ないなんかこうシームレスなワークフローがもう作られてるということになってますねこれ本当に末端の、ね、言われたことだけするような なんですか、ね、あのコピペプログラマーコピペしかできないようなプログラマーレベルはもう本当に痴漢されちゃいますねこういうのにねうんちょっと本当に働き方を皆さん見つめ直しましょうみたいなことばっかりになっちゃいますけどね今回の発表ねもうこういう時代に本当に来たなという感じになってますねまあ思えば、うん、まあ10年前20年前やっぱ AI とかコンピューター自体がソースコードを書くなんてことは それは無理だみたいな話がありましたがもうね結局やっちゃってますもんねしかも中のロジック分かってやってるんじゃなくてなんかたくさん学習させたらできるようになっちゃったみたいな自然言語と一緒にプログラム言語もできるようになっちゃったみたいな世界の中でうんまあ確かにねあのやりたいことを適当に単語でググって出てきたやつをよく分からずコピペしてとりあえず動かしてみてで動いたら OK みたいな なんかあまり理解してないんですけどっていうようなレベルの人間はいるはいるじゃないですかねそこからすると AI がちゃんと学習した AI の方がはるかに優秀だったりしてしまいますよねというところはあるなということですねはいまあこれを見て、うん、素晴らしい使おうという思いと同時に、うん、そろそろいよいよやべえなみたいな <laughs> 思いをする方も多いと思われますはい私もその中の一人ですが まあでもやばいねっていうことよりはこれをうまく使ってね、やりたいことをやっていきましょうっていうことで自分がそのやりたいことをやる側にやっぱり回って自分でプロダクトを作ってみたりとか仕組み作ってみたりとかね、そういうことをしていこうという感じですね。はい。というわけで今回の動画はこんな感じです。うん。パイロットの進化すごいですね。はい。皆さんもぜひちょっとビルドね、他にもいっぱい注目すべき発表とかありますから動画まだまだ,まだ作ります。はい。 よければね、本編の発表も見つつ、まあ、この動画、チャンネルも見ていただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。